はい、M クラスのケンさんでございます。どうも、町田でございます。はい、はい、今回はですね、うん、俺の持ち込み企画をちょっと発表したいと思います。はい、俺の持ち込み企画は QR コードを自分で手書きで書いて、それが読み取れるかどうか実験したいという企画でございます。なるほどね。多分さ、誰しもがさ、一回は考えてはいるけど、そうなんです。どうだろうね、あんまりやった実践する人なかなかいないと思うから、そう、どうせできないよみたいな。俺も昔は思ってて、うん、でもなんかもし入ったらワンチャンいけんじゃねえかなみたいな。ちょっとね、せっかくならやりたいね。そうそうそう、うん、だから2人で書いてみて、こうちょっと確率をちょっとでも上げ て、ね、2人で書いて、どっちかだけでも読めたらいいなみたいな、うんうん、というわけで、はい、今回、読み取る QR コード、はい、事前に用意しております。はい、でそれをこれを見ながら実際に手書きで書いてですね、そう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 、いこうかなと思います。はい、ちなみにこの QR コードどこにつながってるかというと、ちょっと読み取りますか。はい、あのうちらの僕らが作ってるあのアトリエ MK ってあの指輪を売ってるとこですね、うん、ここにつながりました。ちゃんとつながりました。はい、というわけで手書きで書いて、うん、実際にうちらのホームページまでたどり着くことができるのか、これをねやっていきたいと思います。はい、楽しみです。はい、さあでは実際に手書きで書いていきましょう。はい、大きさとかって関係ないよね。多分関係ないと思う、うん、バランスというかあれで、うん、まあ本当に手書きってことなんで、うん、定規なし、難しい、手書きだけで書いてください。はい、というわけで、ここから本気モードで、完成まで書いて読み取りたいと思います。はい、はい、頑張ります。はい、というわけで、はい、めっちゃ疲れたんですけど、書き終わりましたね。なんとか書きました。2時間かかりました。かかりましたね。はい、相当かかりました。というわけで手書きで書いたこちらの QR コード見せましょう。はい、いきましたよ。せーの。あ、サイズ、ちっちゃい、サイズ感が全然違う。はい、全然綺麗。なんかね、俺のはあ、なんか黒塗り、黒塗りすごいね。そう、あのね、細かい、もともと筆圧高いんですけど、パッと見なんかこう一瞬こうやって見るとさ、あれとか思うけど、うん、結構雑なんですよ正直。そのあのね、嘘を書いてるとおりそういうつもりじゃなかった。いや、俺一応全部計算して書いたつもりだったんだけど、もう最後の方ここら辺とかさ、もうサイズ違いすぎてちょっと無理だね。でも個性が出ますね。出ちゃいけないんだけどね、本当はね、QR コードって、でもなんかそのなんだろうね、法則にちゃんと従ってる感じがあって、うん、ちゃんと測め目視で測りながらやったんだけど、うん、やっぱ限界があるね。俺なんてもう目視で測ったのに、あの諦めたわけじゃないですけど、うん、途中でもう自分で分かんなくなって、うん、もうだから多分ね、見比べると全然違うのかいけど俺、うん、というわけでまあ一応書いたんで、うん、いきますか、読み取り。一応ね、物は試しですよ。じゃあ試しに、ちょっと絶望的な俺のからね。全然読み込めないですね。あのチカ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 みたいなのもならないね。だね。もう なんでしょうね。もうこれ QR コードじゃねえよって思うんですね。ダメ。やっぱ無謀なのか。これだいぶ引かないと無理だよ。きっと。あ、いけんじゃないこれ。わかんないけど。ワンチャンあるんじゃない。あ、ダメか。いけるか。あー、読み込まないか。そうですね、ちょっとダメ。無理っぽいね。うん、いやー、難しいもんですね。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。